わっぱたち来てくれたか。うむ、時間ぴったりじゃな。はっ、原稿料のためなんだ、来るしかないだろ。ミコ、百鬼夜行の手伝いって何をすればいいんだ。正直オイラたち、百鬼夜行が何なのかすら分かってないんだけど。百鬼夜行と聞くと恐ろしいものに聞こえるやもしれぬが、ざっくりといえばただのあやかしたちの集いじゃ。その昔、あやかしたちは宴を開き、溺れるほど酒を飲んだ。妖力で空を飛び、その様は月の明かりさえも遮るほどであった。じゃが現在、地脈から溢れ出たあやかしの記憶は力が弱く、空を飛ぶことさえままならぬ。そこでわらわがあやつらのために修霊儀式を行い、散逸した記憶を集合させるつもりじゃ。察すれば、あやつらは鳴神大社の上空へと集うことじゃろう。そして力尽きた後、満足してあるべき場所へとやつらは帰る。実は儀式の前準備はもうとっくに終わっておる。わらわが小説に書き加えた呪文と無月の夜を覚えておるか。確か無月の夜に狐お姉さんの秘伝術を唱えるんだったよな。そうじゃ、あの本に書いたのは願いを叶えるためのまじないではない、地脈の記憶を鎮める術じゃ。その時が来たら皆であやつらを送ってやろう。わらわはじきに儀式の準備に取りかかる。そこで汝には二つのことをしてもらいたい。まず、神社の巫女たちに下山するよう告げること。百鬼夜行が行われれば、大量のあやかしの記憶が鳴神大社の上空を舞う。万が一誰かに憑依でもされたら、後々厄介になるからの。その後、わらわは儀式を始め、あやかしの記憶を集める。この過程は時間がかかるゆえ、その間汝らには陽光山の麓で魔物の動向を探ってきてほしい。普段のチリジリとなった記憶であれば危険はないが、力が集まれば魔物たちにも影響を与えてしまうやもしれぬ。奴らは本能で山へ登ろうとするじゃろう。汝らにはそれを阻止してきてほしい。お、わかったぜ。で、その後はどうするんだ。ふむ、その後か。神社へ戻り手伝いをしながら近くであやかしを見るのも悪くないじゃろう。よし、それじゃ出発しよう。下山は宮司様の命令ですか。そうなんだ。これから行う儀式がお前たちの体に影響を与えるかもしれないから、巫女が山を降りるようにって。そうなのですね。すぐに手配いたします。あなた方はどうなさるんですか。オイラたちはあいつの手伝いをした後、ここに戻ってきて一緒に儀式をやるつもりだ。宮司様はあなた方をとても信頼されているようですね。以前まではこのような重要な儀式を行う際、宮司様はそばに誰一人としておきませんでした。では儀式の方はお願いいたします。安心しろ、オイラたちは強いからな。巫女が儀式を始めるみたいだ。オイラたちも下山して魔物たちを阻止しに行こう。
あの魔物たち、なんかすごく凶暴そうだぞ。おう、早くやっつけよう。オイラも妖怪が見てみたいしな。ひひ。あ、来たぞ。逃げ道はあります。くらえ。へっへっ。みんながそばにいた。ウオパー、よっへ。話が通じないなら聖なる雷光見切りました。無我の境地。はっ、よっ。みんなは俺が守る。よっ、逃げ道はありません。ここより弱滅の時。忘れたよ。ちょうどいい距離。それでどうだ。よっ。料理の時。みんながそばにいてくれるわ。絆で。ここまで。浄土を解放。ハースが多い。頑張れ。やった。終焉。熱々でしょ。ここまで。全力攻撃だ。稲光、すなわち。よし。魔物はもう全部片付いたみたいだ。巫女の儀式はどこまで進む。あやかしたちの記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す。鎮魂のため。祝いたまえ。祝いたまえ。導きたまえ。今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。
信に申す。鎮魂のため祝いたまえ、導きたまえ。かすこみかすこみかすこみの申す。うらくさい。何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今何時らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。ふむ、わらわが想定していた通り儀式は問題なく終わった。ご苦労じゃったな。わらわは何ともないぞ。でもさっき様子が。大丈夫じゃ、何のことはない。わらわはまったく。ミコ、もし心からわらわのために何かしたいと思っておるのなら、思想でもおごってもらおうかの。お、わかった。今度おいしいもんをおごってやる。うむ、であれば次に会うのを楽しみにしておるぞ。